ヘイリヘルレーの戦いは、1568年5月23日に、フロー人間のヘイリヘルレーで行われた、オランダ反乱軍とスペイン領フリーズラント軍の間の戦闘。80年戦争中、オランダが初めて勝利した戦闘である。ネーデルラント17州の一つである、フロー人間州は、ローデウェイク・ファン・ナッサウ率いる、不評3900人とアドルフ・ファン・ナッサウ率いる。 騎兵200人の侵攻を受けた。二人とも、オラニエコー・ウィレム一世の弟であり、その侵攻は、スペイン統治に対する武装放棄の始まりであった。フリースラント収葬特権、アレンベルク公のジャンドリーニュは、不評3200人と、騎兵20人を率いた。彼は初め改善を避けて、名変白爵からの増援を待とうとしたが、5月23日には、 アドルフの騎兵によりヘイリヘルレーの修道院での戦闘に誘われてしまった。反乱軍の大半を占めるローデウェイクの不評はスペイン軍に勝利、スペイン軍が1500から2000人を失った一方、反乱軍はアドルフを含む50人の損害しか出さなかった。反乱軍は大砲7門を六角した。しかし、反乱軍は城塞の奪取ができず、 二ヶ月後のイエミン編の戦いには、スペイン軍に敗北した。アドルフ・ファン・ナッサウの死は現オランダ国家、ビルヘルムス・ファン・ナッソウへの4番で言及されている。ありがとうございます。